せーの、パパラピーズです。はい、今回はですね、部員の、はい、展示会にやってまいりました。伝説のロックバンド、クイーン。彼らの展示会が旧名古屋ボストン美術館で開催中ということで、私こちら、はい、衣装、こちらです。かわいらしい。僕はですね、こちらです。おー、これかわいい。めっちゃかわいいよね、これ。この素材もすごいおしゃれで、かわいらしい素材のね。素材が、わかります。で、言い出したらキリがなくなりそうなので、そうなんですね。はい、次行きましょう。おしゃれなグッズ、はい。レッツホットイベントパパラピーズ。今回はクイーン展でクイズに挑戦。早速第1問。ボーカルのフレディが着ていたこちらの衣装、モチーフとなったのは何？デザインの元、なんかこう羽ばたくみたいな感じ の、うん、のイメージやけどね。白なので。2人の答えは、はい、わかりました。私はですね、天使の羽ですね。白鳥です。あ、白鳥ね。バサバサと。めっちゃ手じゃまいねんけど。あ、ごめんなさい、びっくりした。お願いします。何のイメージ？正解はウェディングドレス。惜しくも不正解。気まずい。言われてみれば、まあまあドレスをイメージされた感じでは、てかこれを作ったデザイナーさんのおばちゃんめっちゃ可愛いよな。ザンドラ。なんてそうじゃないですか。ザンドラローズさんめっちゃ可愛いよな。次こそは正解なるか。中が全部このすごいのよ。うわ、まずここ、やっ、これよ、これ。ライブ会場のような迫力満点のセットが。ここで第2問。クイーンのロゴにはバンドが永久に続くよう願って不死鳥が描かれていますが、その他ライオン、カニ、妖精が表しているのは何？ライオンと、ライオンとカニと妖精、意味があってこのロゴにしてる。はい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 。一見ここに共通、そう。回答は、後ろに戻らない、後戻りしないみたいな感じ、前だけ進むみたいな。カニはこう横歩きしかしないみたいなこと。一方通行にしか進まなそうじゃない？知らんけど。関西人特有、知らんけど。知らんけど。星座？星の星座ってなんかこうずっと光り輝いてるから、うん、まあ、そういう意味で輝く存在みたいな。正解はメンバーのそれぞれの星座を表す。え？そう。カニ座、獅子座、妖精はなんですか？まあ、乙女座。乙女ね。え？今の何風？続いて第3問。日本初のスタジアムツアーを行った際、フレディが身につけていたものは？1、着物。2、日本球団の野球帽。3、三味線。どれでも奇抜じゃない？めっちゃ。2番、日本球団の野球帽。私は、1番。答えは2番の日本球団の野球帽。やっぱ野球か。西武球場で公演を行った際、ライオンズのキャップ姿で登場したんです。2人が楽しんだクイーン50周年展は11月17日まで開催。最後にパパラにプレゼント。何？さっきのやつやん。ほんまや。本物とはえらい違いやけど。影がすごい、ね、影がすごい。やっぱ二重箱はこれで表される感じだった。確かに。どんな感じでしょう。それでは閉まらん。 その顔では無理、さすがに。